ロキソニン大好き、ユートピナタウヨコです。今日紹介するのはこちら。はい、誘導のキングオ者ジャー2でございます。めちゃくちゃ今更でございますね。誘導を毎年貯めるの恒例になってきてる気がしますけども、去年もドンブラザーズめっちゃ貯めてましたが、もうすぐ最終回なのでね、勢いでね、組み上げて動画撮影してタイミングよく投稿して再生数稼いでやろうっていう本ンでございます。ね、キングオジャーめちゃくちゃ面白いですよね。僕は大好きですよ。この誘導2はね、キングオークワ 王者キングオークア型王者にスパイダークモのスにキング恐竜レッドということで4体がねセットになっておりますまあいっぱいシールも貼ることになると思うので頑張って組み立てていこうかなと思いますそれではドンはいということで組み上がりましたよ大体2時間ぐらいかかりましたねもう腰と肩痛いんだよねでこの4体に加えて いっぱい,い付属品達でございますということで一体一体見ていこうかなまずはキングクワガタ王者から行ってきます、はい、キングクワガタ王者に関してはこんな感じでございますもう全面シールでございますねでこの後頭部に走っている宝石のような飾りも全部シールとなっておりますね はいもうシールの多さはさすがでございますがゴールドのねプラスチックなどって色味とかは非常に綺麗でございますとまあ造形とかもイメージ通りかなと思いますね特段違和感はなし普通のね状態のキングオージャもマスク顔面シールだったんでねこの辺は変わりはないかなと思いますで胸周りはこんな感じでシュゴッムのエンブレムがあるところもシールでございますサイドのところもシール貼っておりますがやっぱゴールドのね金プラがめちゃくちゃ めっちゃ綺麗ですよね腕はこんな感じでございましてこれもまたゴールド一色となっておりましてところどころシール貼っております肩アー,マーがでかい交換用手首パーツは開き手パーツが1組付属しておりますスカートパーツは普通に硬質で可動に合わせて動かすことができまして足回りはこんな感じでございますねはいはいはいとこのすね回りのアーマーゴールドに塗装されてるのめっちゃかっこいいよねで背中から見るとこんな感じでクワガタの角が,顎があって だとか機械的なねねデザインもめちゃくちゃゃくらしいですよ、ね、はいはいこのような感じでございますとマントもねこんな感じで両肩についておりまして縁のところにシールが貼られておりますこれも地味に大変だったはい比較しましょうこちら誘導のキング王者1のクワガタ王者でございますまあ比較も何も全然違うんですけどねレッドの選手がね完全にゴールドの選手になってるのでこれの違いがねもうまさに強化形態って感じがするうわなんかピロピロ ゴミがついとるで全体的なボリュームも増してるのでもう強くなった感が非常によく表現されてて素晴らしいと思いますよ。 ということで、いやいや、キングクワガタ王者、細かく見ていきましたね。邪悪の極まれりな感じで、ゴールドの選手、かっこいいですね。キング王者ね、この、最近はもうクワガタ王者、こっちになる方が多いので、逆に言うと、普通のクワガタ王者、見ることが少なくなってきましたけども、やっぱ、これ、かっこいいですね。コテコテしててね。やっぱ、王様って感じがする。このね、偉そうな感じのポーズとかも、よく似合うわけですよね。稼働に関しても全然問題ないですね。このスカート周りとかも、ボールジョイントで接続されていたりだ とか軸稼働するのっこいいこの情報量食顔ですからねやばいよね武器には王者クラウンランスが付属しておりますいいですねこれでかくて結構モールドもしっかり造形されてるのでかなりかっこ すよね、この宝石周りはシールで再現されておりますちょっとあれだね接続が甘めですがあえて隙間が空いてんのかなその理由はですねこういう感じでね王者クラウンだけを分割させることもできますこれ単体でねクワガタ王者とかに持たせられるんですよねこの携帯にするためにこういう補助パーツが付属してはおりますこれを間に挟み込むことで王者クラウン単体で遊ぶことができるようになってます王者クラウンランスを持たせてみました さ、これ結構デカめで太めなのって迫力ありますよね。か <laughs>、かっこいいなこれ。あ、マントがさ、変に跳ね上がっちゃうの気になって。 いいいいいるるかかかかなななと思ったんんですすが感出ててて逆ににいいね両方についてるからバランス取れてんのかもしんないうわー、いいな、これ。なんかさ、もうさ、フィギュアーツで欲しいよね。スーパー戦隊アーツもさ、まあ、マジで、レッドはほぼ確実に出るけど、それ以外が追加戦士なのか、なんか番外戦士なのか、わからない感じで出してくるからね。で、強化形態っていうのもね、出して欲しいんですよね。絶対この、キングクワガタ王者ね、アーツ倍すると思うんだけどな。どうよ、バンスピー。王者クラウンはこんな感じで、クワガタ王者に持たせることが できますとこれでね始祖後来をね再現できるわけですね、まあ、なんか変な感じの持ち方ですが違和感はないかなでこんな感じで実際に頭乗せるシーンとか再現しようと思うんですが結構このさ素体的に腕上げるとね肩パーツポンって飛んでいくんですよね頭の上まで腕持ってくるにはもう肩も外さないと無理でしたねまあ、王者クラウンもね頭の上に固定して乗せられるわけではないので劇中再現はなかなか厳しいですでこの首付け替えての変身 途中みたいなシーンもちゃんと公式ブログ通りにできましたね結構簡単に首外れるのでこの交換は簡単です 次はキングオークワガタ王者でございます名前が長いですねオークワガタ王者が始祖降来した状態ということってなかなかこっちのデザインも凝ってるんですよねマスクこんな感じでベースはクワガタ王者と同じような感じではあるんですがこのねひげのようなシルバーのね何だろうねこれ足なのかなむしろねちょっと分かんないですけどもこの辺も再現されていたりだとかこのシルバーのね模様とかもしっかり再現されているのでめちゃくちゃ差別化されてるんです てて面白いんですよね個人的にはこっちの方が好きボディは素体自体はクワガタ王者と同じですがシールでシルバーのラインとかが加わっておりますのでキングクワガタ王者よりも大クワガタ王者の方がシールは多めな印象です腕はこのような感じでございますねこっちもゴールド一色ではなくて大クワガタ王者のシルバーというかグレーのボディがねそのまんまになってるところもあるんですよねなのでサイドに走ってるラインのシールとかも貼ることになるのでやっぱシールは多め交換用テクビッ パパーーツツは開きてパーツ一組付属スカートもパーツは同じだと思いますがこのシルバーのシールが貼ってあるのでここの差別化も再現されておりますで足回りとかもこのような感じですねやっぱ全身ゴールドじゃなくてところどころシルバーっぽい色合いになっているのが非常に面白いデザインでございます背中から見るとこんな感じで素体は同じですがやはりオークワガタ王者特有のシルバーのねボディがそのまんまになっているところとかは はよく再現されてますね何度も言うようにそのおかげでシールはちょっと多めとなっておりますキングクワガタ王者とキングオークワガタ王者の比較でございます名前が長いですね基本的なベースの素体は同じではございますがやはりところどころオークワガタ王者の方が素体がねシルバーのものになってるっていうところが違いですかねまあ、造形が大きく違うのはマスクぐらいですかねヒゲのようなものはこのオークワガタ王者にしかないのでここが大きな 違いかなと思いますそれ以外はねほとんどシールで 補っってている形となっておりますでもだいぶ雰囲気違いますよね大クワガ王者とキング大クワガ王者比較するとこんな感じでございますまあなんだろうねクワガタ王者よりもより鎧をね身にまとった感がありますよね大クワガ王者の方がねいや僕はやっぱこっちの方が好きですねかっこいいですねちょっとマガマガしさもあるようなデザインになってるのが非常にね素晴らしいですよねいや秀逸なデザインですよ2種類ねデザインしてスーツ作っちゃうっていうのも初登場の時 びっくりしましまたからねいやかっこいいなマジでこれもっと立体物欲しい。ということでキングをクワガタ王者を細かく見ていきましたとベースはねキングクワガタ王者と変わりはないんですがやっぱこのマスクかっこいいよな。 ジャクな感じが非常に素晴らしいいと思いますよ逆手持ちでね武器持たせるとすごい威厳が漂うようなこのマントが跳ね上がるのが逆にかっこいいですねなんか色とかねちゃんと塗りたくなるけどもなかなかレベルは高そう今回は2体あるということって設定上はできないはずのこのねキングクワガタオ者ジャとキングオークワガタオ者ジャの対決みたいなこともできますねかっこいいねなかなか壮絶な兄弟喧嘩でございますけどもこ,これたまらんなマジでかっこいいんだよね2つともまあでもみんなが見て いのはこののハスティ兄弟の教頭でございますね強化形態同士のこの並び立ちえぐいぐらいかっこいいねいやぜひとも劇中で見てみたいですねコソパの力あれば王者クラウン・ラース量産できそうですけどね 次はキングオージャの追加戦士であるスパイダークモノスでございますマスクこんな感じでございますねもうめちゃくちゃかっこいいよね僕すっごい好きなんですよねスパイダークモノスのデザインね顔面に雲が張り付いたようなデザインをしっかり再現しておりますこれはもちろんシールでございますね追加戦士のホワイトっていうのもなかなか久々な気がするけどもスパイダークモノスは団地でかっこいいでボディーはこのような感じでエンブレムはシールでございますがそれ以外のこのゴールドのところはね塗装なんですよねこう あれすっげー豪華ですよね金かかってるわ色味も綺麗ではみ出しもないので非常によく再現してると思いますね脇腹のところはさすがにシールだけどね腕はこんな感じでございますと、はい、ゴールドのラインところどころシールであって でところどころ塗装されているのでここもかなり頑張ってるんじゃないかなと思います交換用手首パーツは開き手パーツ1組付属で下半身周りこのような感じでございますねはいはいはい膝のこのゴールドのラインは別パーツとなっておりますでスカート部分は硬質パーツですがポールジョイントで接続されているので動かしても問題はなさそうですね腰にもね鍵がねちゃんとついてるんですよねでスカートはこの表側はねこんな感じ色分け されてるんですが中の方はシールによって色分けという感じになってますね背中から見るとこんな感じでございましてこの鍵穴もシールで再現されておりますはいはいこのようになっておりますね意外と情報量が多いのがこのスパイダークモの巣でございますけどもめちゃくちゃかっこいいですということでスパイダークモの巣の細かいところ見ていきましたとあれかな今回のラインナップの中ではめちゃくちゃ塗装されてるところ多い気がする特にこの胸周りすごいですよね ゴールドの塗装すすごい綺麗ですよパーツ分けでも色分けしてるところではあるんですが白とゴールドということで色味的にも非常にゴージャスでございますいやーかっこいいね秀逸なデザインしてますよねたまらんでございますこちらスパイダークモノスの専用武器で変身アイテムであるクモノスレイヤーでございますまあ劇中イメージ通りかなと思います基本はゴールドパーツでその他の色は全部シールでございますね裏側とか結構肉抜きされております こちらスパイダークモノスもう1個の武器のベロミクスシューターでございます白パーツでほぼそれ以外は全部シールでございますね劇中でも印象的な使い方することがあったのでこれが付属するのも嬉しいところスパイダークモノス付属品他にはこういう接続 パーツみたいなやつが2種類付属するんですけども、これ何に使用するかっていうとですね、こんな感じでスパイダークモのスの背中に接続して、あちょっと合ってるのか分かんないけども、別売りのミニプラのねゴッドタランチュラの足をつけることができるようになっております。ただ残念ながら僕はゴッドタランチュラをね入手できていないので、それは再現できません。再販から何かプレ版限定のカラーとかで出してほしいな。クモのスレイヤーを持たせておりますけども、これもなかなか投身が 長いし、まあ、本体もでかいのでわりかし劇中イメージに近いんじゃないかなと思います。かっこよ逆手持ちいいっすね。この武器自体もやっぱかっこいいからね。で一応ねこの鍵の部分がね。 回るらしいし取れるらしいんですけどもそもそも掴むのがなかなかしんどいあ取れたあーなるほどねなんかギミック的にそうしようとしたわけじゃなくてなんか生産の過程たまたまパーツが別になったのでこういうことができるらしいですけどもまあなくしちゃうからやらない方がいいねベノミクスシューターを持たせておりますこれもサイズ感的には問題はなさそうですねてか2個武器付属するのなかなか豪華ですね塗装もされてるので一番金かかってるのかなこれもね印象的ですかね 円幕巻いててねねよく逃げるシーンで使ってますから、ね、スパイダークモノスが来たということでこれで誘導のキングオージャ6人が揃いましたねとね並べるの大変なのでもうこれぐらいしかポーズやんないですけども6王国のね王様全部揃ったのは結構嬉しいですねまあ時間かかりましたけどねかあれだよね確かクモノス以外の5人はプレ版で塗装が追加されたやつ出てるんですよねじゃあモスパイダークモノスはどうするんですよねなんかそんな中途半端さがすごいねなんか もやっとすするんですよねだからプレ版のやつは僕買ってないんですけども、うん、なんかな出すんだったら放送終了後に全部バッて出してほしい気持ちではあるでこのクワガタオージャーと置かせてこうやってキングクワガタオージャーにすることでこれもまた劇中再現になりますね、まあ、厳密に言うとこれレッドいなくなるのでレッドがいないスーパー戦隊の色っていうのもすごく面白いですねなのでここに レッドを置くとそのために金恐竜じゃ出したのかな、まあ、違うでしょうね。 もう倒れた。で、やっぱ置くとしたら、もう最近はこの人でしょう。オークワ型王者ね、いろいろ見えなくなるので、渡せるのが難しいけども、こんな感じかな。まあ、ラクレスなんか裏があるとは思ってましたが、こんなね、めちゃくちゃ熱いキャラになるとは思わなかったですね。この王者カリバーゼロも、プレ版限定で発売しておりましたけども、うちょっと高騰してるとかのいう噂もあるのでね、いや、キャラ人気っていうのはすごいですね。まあ、扱いも決まってるので、そっちが届くのも楽しみだなと思っております。いやー、最高です、キング王者。 はい別の戦隊から登場のキング恐竜レッドでございますもう見て分かる通りもり大失敗したんですよねシールねもう顔面真ん中から破れちゃってるんですもうこれ最悪すぎるなもったいねえことしたねもう一個買おうかなまあ造形とかはねめちゃくちゃ良くて恐竜のねトサ坂の部分も塗装で再現されておりますいや非常にね再現度は高いんですよねもう 伝えねえよなシールだけボディはねクワガタ王者とかと似たような感じになっておりましてで恐竜レッドなので,でエンブレムもガブティラみたいなね充電池の絵柄っぽいやつがついておりますとまあところどころカーニバルっぽいねシールも貼られております腕はこのような感じでございますやはり恐竜じゃなので鱗のようなこの腕のモールドは非常に細かく再現してますね交換用手首パーツは開き手パーツが1組付属充電池が入ったこのバックルもシールで 再現されておりますで足はこのような感じでございますねはいはいはいとこのね特徴的なイエローのラインは全部シールでございますまあしょうがないよね背中から見るとこのようになっておりますはいはいはいとやっぱりこのイエローのラインは後ろ側もちゃんとシールとなっておりますね全体的に大きめなシールが多かった印象ではありますクワガタ王者と並べるとこんな感じでございましてサイズ感はほぼ一緒でやっぱりボディとか肩のアーマー ととかかかマントとかは同じじパーツ使ってるんじゃないかない、まあ、素体も同じようなもんだと思うので細かいモールドの違いとかそういうのは恐竜ジャーに合わせてるとは思いますが並べても違和感ないような形とはなっておりますいいですねということでキング恐竜レッド細かく見ていきましたと、まあ、再現度は劇中通りかなと思いますいや破れてんのめっちゃ目立つなやっぱりもう一個顔今回のキング恐竜レッドめちゃくちゃシール多いからねもう大変でしたね、まあ、かっこよさはねあるんですけどね いやまさかのパワーアップというよりは別選手ですからね。今のところ立 物もこれ誘導だけなのかな扱うもすることはなさそうな気がするのでこれはもう入手必須でしょう大きなお友達ソース缶でめちゃくちゃ投げ売りされているキングガブリカリバーも付属しております僕はめちゃくちゃかっこいいと思ってるよキングガブリカリバー持たせて強撃の戦士キング恐竜レッドの名乗りポーズっぽくやっておりましたまさかのコラボですからねなのにおもちゃは全然売れなかったっていうマジで悲しいな恐竜じゃもキングオージャーも好きだからさそこのコラボでなんと なるだろうと思ったんですけどもまあ、子供たちは置いてけぼりだったのかもね。ちょっとね、予想外だったのかもしんないけど。まあ、僕は好きですよ。そして、クワガタ王者との並び立ちでございます。熱いコラボですね。まあ、もうご存知の通りね、キング王者 vs 恐竜者もね、V シネでやるということで、しかもオリジナルキャスト全員なので、キングも戻ってくるわけですよね。でもちろん、プリンスも出てくるということでね、どんなね、展開になるのか非常に楽しみでございます。ジャーもね誘導なのかな、まあ 衝動スーパーパとかかにななるのかな出して欲していですねもうサイズ感的にね誘導と衝動スーパーって合わないので、まあ、キング恐竜レッドと並べるのはちょい厳しいのかななんとかしてほしいね <laughs> ということで誘導キングオージャ2のね紹介をしていきましたといやー今年もなんとか終えることができましたね基本は第1弾第2弾で終わると思うのでキングオージャもこれで終わりかなとは思いますがいやーかっ 濃すぎるのよ <laughs> このさ兄弟えげつなすぎるでしょめちゃくちゃかっこいいこれは、まあ、全体的にクオリティは高いですがシールはやっぱ多いのでねそれを貼るのは本当に億劫なんですよねホ、まあ、本当はミニプラとかとも合わせたいですけど僕結構中途半端な集め方しちゃってるんでなかなか合わせづらいのがもったいないですねでもこれはおすすめのね誘導キングオージャーでございますマジで手に取ってほしいということで僕のチャンネルではこれ以外にも戦隊や特撮系のヒーローのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします お願いいたしますそれではゆとぴでしたありがとうございます。